今回紹介するのは、ガンゲールオンライン7フォーススクワットジャム上巻という本です。求婚してくる相手は嫌な男。アニメ化もして盛り上がるガンゲールオンラインの新刊リアルパーティーで会った男に求婚され、ゲーム内でも求婚され、4回目の SJ で勝負し、 負けたら急婚を受け入れる勝負になるのが今回のレの事情。この求婚してくる男が違う嫌な相手です。一見まともそうで、現実ではよくいるタイプです。しかし、ゲームなどに偏見を持ち、自分が正しいと思うことに関しては、ストーカーのような卑怯な手段すらも正当化してくるという、現実によくいる。 僕は正しい今年テルンだからの嫌な相手で作中のレン同様に読者もカチンと腹が立ち共感しますピトさんやレンを見るとゲームと現実は別とかゲームをしていてもまともかどうかは疑問も湧かないではないけどかっこ笑いある意味 現実でもよくあるゲームとそれを差別する人間というリアルとの関わりを入れているのでしょうまた所詮くだらないゲームと見下している相手ならではでのゲームをつまらなくする戦略を取ってきますこれもゲーマーとして腹立たしいですレベルとか装備に差があってもある程度の公平のもとに勝負するからゲームはゲームとして成立するのに そのタブー踏み越えてしまえばゲームではなく作業になるというのにほんとムカつくそういう連事情はさておき SJ はまだまだ序盤ではあるもののクラレンスやシャリーといったセモ者を加えての緊張感漂うチームの話やむちゃくちゃするなという先方の新チームとのバトル そして新メンバーを迎えたマシンガンラバーズまるでアサルトライフルやスナイパーを制限するような特別ルール本来なら必ずしも有効とは言えない武器が活躍するかもしれない縛りプレート実に楽しそうです話と戦闘はまだまだ序盤という感じなのでこれからどう過激なバトルが来るかと期待大です あと、新生マシンガンダバーズがどんな活躍するかも期待したいところです。以上、興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は、最後までお付き合いありがとうございました。よかったら、チャンネル登録をお願いいたします。